はい、皆さんこんにちは。こんにちは。RMCA チャンネルの、シリーズですね。はい。また防災を考えよう、うん、東京防災を教材としてということで、今日も、そうですね。はい。代表理事と一緒に進めていきたいというふうに思います。今日は第12回目。そうですね。はい。で、人が集まるところということで、そうですね。はい。ページ数でいくと34ページ。34ページの解説をお願いできますか。そうですね。はい。はい。で、百貨店、スーパー、コンビニ。ここが百貨店、スーパー、コンビニと書いてますけれども。はい。で、こちらが、劇場、ホール、スタジアム。まあ、共通する部分っていうのは、多く人が集まってる時にどうしたらいいのか。はい、っていうことだと思うんですけども。いろいろね、あるんでしょうけれどもね。まあ、基本的には、慌てないっていうのが、もう、絶対的な基本なんですけれども。はい、なんか被ってそうそう。ここの場合はですね、一応ですね、棚から物が落ちてくるとか、はいはいはい、天井が落ちてくるだとか、うん、そういうところに注意しましょうと。で、頭にちゃんとね、買い物かごでも何でもいいからこう被りましょうよと。うん、スーパーに言う。そうそうそう。頭を守ってくださいねと。はい、いつも申し上げてるゴブリンポーズみたいな。ことなんですけれども、できればこの挿絵でないような両足は揃えない方が揺れには対応できます。はい。はい、膝立ての姿勢っていうことで、うん、こういう、何か頭を覆うものがあれば、そうやって折っていただければ。これ、団子虫状態ですね。うん、そうですね、はい。はい。そういうことですね。だから、棚から物が落ちるということを、一つ念頭に置いてほしいということですね。で、次のですね、劇場ホール、スタジアム。これは、一応です。館内放送とか、はい、係員の誘導というものに非常に注意してくださいと、はい。まず、とりあえず慌てないで、うん、出口だとか、非常口に殺到しないで、うん、注意しながらやってほしいということなんですけれども、はい。はい、基本的には、従業員というかですね、スタッフの指示に、そうです、指示に従いましょうということなんですね。ただまあ、百貨店スーパーとかですね、うん、場所によってそのスタッフの質が、ね、いや、厳密にはね、うん、だから厳密にはで、ここも問題なんですよ。例えば百貨店、スーパー、コンビニって、まるっきり施設としては違うわけですよ。大きさも違えば、ね。大きさも違えば。コンビニになって1人2人、ね、そうそうそう。それで、そんなに混雑してるかって言ったら、はい、まあ、そのお昼時の、コンビニっていうのは結構混雑しますけれども、それ以外は比較的空いてるケースが多いんで、ただ、スーパーもその時間帯によっては非常に混む時間帯とそうでない時間帯があると、うん、まあ百貨店も同じようなことなんですけれども、ただ単に共通性だけ言いますと、棚から物が落ちるということは、ちゃんと注意してやってくださいねということなんですけど、うん、まあ特にコンビニなんかはですね、うん、ただ棚にこう物が乗ってるだけですし、ガラスも多いですね。そうですね。酒瓶とかよく壊れてる映像を見るじゃないですか。はい、やっぱりああいうところでいるとやっぱり危険ですね。そうですね。ね、はい、うん。なるほどね。で、酒瓶なんか落ちたら、その跳ね返りが来るんで、はい。そういうところなんかも注意していた方がいいですね。はい、そうですね、はい。だから、やはりそういう人が集まるところでは、うん、まずは、落ち着いて、まずパニックにならないで、うん、出口にバッと押しかけない、はい、っていうことが重要だということですね。劇場ホールなんかやっぱりもう、うん、まあ、そのパニックになるっていうのは、ね、もう非常に怖いですね。怖いですよね、うん、みんな逃げ出せばそっちにワッとこう、そうです、そうです、消費倒しになっちゃうしね、はいはい、うん、そういうことなんですよ。かえって時間の余裕っていうのはあると思った方がいいと思いますし、うん、で震度7が急に来た場合ですね、そういうところから逆に移動しようとすること自体が危険になりますから、はい、やはりその揺れが収まるまで、うん、きちっと待機するという覚悟はいるんじゃないでしょうか。とりあえず、落ちてくるものに注意しながら、はい、後頭部、を守りながら、はい、係員とか、はい、そういう誘導に従っていくということを考えていただければ結構だと思います。はい、わかりました。まあ、劇場ホールの場合はですね、そのスタッフの、うん、誘導訓練みたいなのもね、そうですね、すごく大事で、そういう方々が熟練してるかと、うん、訓練されてるかどうかによってね、いや、それはもう全く違うと思いますよ。だから今後やっぱりそういうところの、人が集まる施設にはですね、こういう極端な話、震度7に備えたですね、避難誘導ということの訓練もどんどんしていただきたいと思っております。そうですね。はい、
今日は人の集まる場所ということで、はい、百貨店スーパーで以上スタジアムというようなところのちょっと、はい、ね、ちょっとした解説しかできませんけども、ね、はい、させていただいたということで、わかりました。じゃあ次回は、地下街、地下街ね、ここが一番危険なところなんで、はいはい、ちょっとじっくりやってみたいと思います。そうですね、はい、はい、じゃあ次回は地下街ということで、はい、解説いただきたいと思います。今日もありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。